じゃーん。あちらの机ですね。こんにちは、トルーパーツの山中です。そんなわけで大阪でショットショーというイベントをちょっとやってきまして、そちらで来場者のみが知る、びっくり価格いろいろちょっとやってきましたが、日頃お世話になっている、ご来店派そして通販派の皆さんにも振るとは いきませんが、その中でもちょっとこんな感じで、少しでもそのびっくり価格をちょっとね、ホームページですね、特売品のコーナーですでにバーッとびっくり価格でこっそりやってますんで、こっそりアフターショットショー的な特売を、そうですね、大体まあ1週間、そうですね、ちょっと来週の今度の土曜日までの1週間ちょっとそれぞれ数量限定で、これちょっとこれ以上ちょっと減らしたくないなってやつはちょっと随時戻させていただきますので、今とりあえずですね、こんなものを安くしますよ。で、値段に関しては特にこうやって動画に残すと、なんていうの、今時こうデジタルタトゥーとか、そんなんで値段に関してはちょっと下の説明欄のからのリンクを見ていただくとして、実際はこんなものを安くしますよっていう商品のラインナップだけちょっと紹介していきたいと思います。まずはこちら、ブルーフォースギアのコンバットスリング、こちらの、パッド付きですね、それのコヨーテカラーのみがびっくり価格、 HK スタイルフック、こちらも、ちょっと軽く大阪の時の値段のまんま、ライブラさんの ID ケース、これはブラックとコヨーテ、腕にも巻けたり首からはもちろんかけられますけど、ベルトにつけたりもできる ID ケースですね。ダマスカスのハードタイプの、エルボーパッド、こちらはブラックとマルチカム両方を用意してます。トルクフラッシュライトですね、こちらブラックカラーのみ、これも大阪通りですね。決して大阪に持っていった残り物を並べてるってわけではなくて、新たにこう、大阪でこれ人気だったよな、これすごかったなっていうのもちょっと少しでも味わってもらおうと思ってで、こちらギアキーパーのこのフックタイプのやつ、こちらは3オンスと6オンスのみがびっくり価格で、ガーバーもですね、ガーバーのナイフシリーズも限定で数点安くしたんですよ。そんなんでちょっと新たにこのこっそりアフターショットショー用に数点ちょっとチョイスしました。まずはこちらのプロディジーストレートレースっていうこのナイフ、こちらはグリーンというカラーとこのブルーという2つのカラー、それぞれがお安くなっております。でガーバーもう一つありまして、こちらがワンハンドオープンのブラントノーズブラックモデルですね。でこちらをすごいお値段で、こんなとこかな。であとはもともと特売だった商品が、さらにお安く、例えばこちら残り1点のミルホースのヘッドマスク、こちら300円、こちらのオリジナルスワットのインソールが、ここからはちょっとね、もともと値下げしてたやつをさらに値下げしましたってやつで、これは全部なくなり次第終了っていうやつなので、別にここで公開してもいいといういろいろややこしくてすいません。アクションフィットソール、7というサイズと6だから、センチに直すと約24センチと25センチ、その2つがそれぞれ800円。はい、プロッパーの BDU 上下 L サイズ、まず下のみですね。下は L サイズと XL があります。コートジャケットに関しては XS、L、XL、だから L サイズと XL に関しては上下で一応揃ってるよっていうところですね。あとこちら陸地の上下、こちらは S サイズと XL それぞれが上下ベルト付きで6000円となっております。こちらですね、ちょっと B 品 TRU パンツで、この股の膝の内側あたり、なのであまりこう目立たない場所なんですけど、ここのところ縫製がちょっとね、生地が足りなくて縫われてなかった、メーカーの初期不良ですね、
めったにそういうことないメーカーなんですけど、そこをちょっとスタッフに手直ししてもらって、だから日頃9600円で売ってる商品を7500円で OD の M サイズの TRU パンツズボンですね。あ、M サイズだ、ラッキーっていう方はよかったらどうぞどうぞ。で、あと M65 のフロントボタン破損っていうやつで、こちら S サイズ、ね、1着3500円で、まあ、1着のみですけど B 品であります。ことかな。あとは訳ありバタフライナイフが1000円で2つ残っているとか、ということで、もうすでにあのホームページにちょっと載せていますので、あのそれぞれよかったら、あの、あ、これいくらだったら買おうかなっていうのがありましたら、よかったらホームページ下の説明欄からリンクで飛んでって見てっていただけると幸いかなと思います。なお、あの洋服類とかに関してはご来店いただければ試着もできますので、気軽にその際はスタッフまで申し付けください。ということで、週末、今週末は特に時間変更もなく、朝11時から夜の8時まで営業しておりますので、よかったらよろしくお願いします。ということで、ご来店派、通販派の皆さん、よかったらよろしくお願いします。最後までご視聴いただいてありがとうございました。